軽井沢大橋は、長野県北作郡三代田町、一級河川、品野川水系湯川に架かる橋。長さ110メートル、幅6メートルの高下路トラスドランガー橋である。三代田町の東端、軽井沢町との境近くに位置する。1969年、総武都市開発による森泉さんの別荘地開発の足掛かりとして架橋されたもので、国道18号及び品野鉄道、 品の追い分け駅と別荘地やゴルフ場があるリゾート地とを結ぶ。湯川が作り出した深い峡谷にかかり、川元の距離は100メートルほどもあるという。橋の上からは峡谷美が堪能でき、秋は紅葉が美しい。さらに遠くには浅間山をも望むことができるなど、景色の良さが知られる。欄干には自殺防止のための鉄条網が張り巡らされている。 北側には小さなホコラと鳥居があったが、現在鳥居は撤去されている。1966年9月、関東地方において多くのゴルフ場を開発、運営していた、総武都市開発は、森泉さんの北側の土地390ヘクタールを4億2000万円で、地元の財産組合から購入し、別荘地開発に着手した。当時、周辺の道路は、 険しい地形から、道幅が狭く、自動車の通行も、ままならないほどであったことから、同社はまず、湯川の峡谷に橋を架け、延長 20km もの舗装された道路を整備する、こととした。こうして1億2000万円を投じて建設が進められた、軽井沢大橋は、1969年6月に、竣工。これにより、開発に必要な資材が容易に搬入できるように、 なった。1985年には新たにゴルフ場の建設計画がもたらされ、1996年に森泉カントリークラブとして開業している。ありがとうございます。